はい、霊夢です。マリサって言います。ほう、ビーチの次はジャングルなんだ。マリサ？バナナクイ。ちょ、なんでジャングルからバナナなんだよ。私はバナナじゃないわよ。お前あれか、ジャングルだからと言い赤いネクタイを締めたゴリラの鉱物のことを言いたいのだろうな。あ、当たり。素直だな、おい。お、なんだそりゃ。これは、キャラクターベース、といって、3枚集めると秘密のボーナスラウンドへ導いてくれるみたい。クラッシュの顔のアイテムは、キャラクタートークン、っていうみたいだよ。3枚集める。か、お宝探しだな。なぜそうなる？ちなみにキャラクターベースは3種類あります。明るくてすがすがしいタウナ。不気味でブリ資格はないにトラス、ブリオ。もうはやプリン頭のおじさんことコルテルス。そして、三畳期の恐竜を買うみたり。最後の関係ないが、難易度も異なるらしいな。箱に紛れて、TNT 箱、とかいう爆弾箱があるらしいよ。ああ、お前がトークンとローとして、爆発したやつか。はい、タウナのボーナスラウンドに来ましたね。ふむふむ、まあまだ序盤だよな。箱の数もこれくらいで終わりなのぜ。各ボーナスラウンドでは幻の姿で現れます。ほら、一食いフラワーの後ろにゴールがありますね。長いようで短いステージなのかわからん。では、ここまでとなります。続きは次回です。では、さようなら。